僕松尾芭蕉って言うんですけど、今から旅に出ようと思ってて、旅人になろうと思ってるんですけどね。いや、去年のまあ秋頃に一回やって旅を、でまあ戻ってきたんですけど、この隅田川のほとりにあった我が家っていうかあばら家っていうか、まあもう売っちゃったんで違うんですけどね、とにかく戻ってきて、でそしたらなんか蜘蛛の巣とか張ってて、なんでだよ畜生とか思いつつ、それで久方ぶりに腰を下ろしたっていう感じだったんですけど、ただまた春になったじゃないですか。そしたらやっぱりまあ旅したくなるというか、そわそわしちゃってもう何も手につかないんで、もう行っちゃえと思って、松島とか行って月とか見たいなとか思って、そうまあ行っても遠いんでね、こう遥かな気持ちになるっていうか、そんな感じですけど、でもまあまさしく出発しようと思ってて、まあそれで今はこのまあ船着き場みたいなところなんですけど、まあ要は船出発するの待ってるんですけど、寒いですね。寒くないですか？ああ、そうですね。寒いですね。もう3月なのにね。ああ。ああ、はい。ライター。はい。じゃなくて、空くん。おなんだ、空くんじゃん。本当ですね。え、なんだよ、なんか気づかなかったよ。そうっすね。おう、イメチェン。いや、イメチェンってか、そうっすかね。え、てかなんか本当よろしくね、なんか一緒にとかごめんね、誘っちゃって。いや、全然ですよ。本当？いや、全然ですよ、本当に。ああ、本当？はい、東北とか行ったことないんで楽しみですね。
え、そっか。あ、でもそっか、なんかそうだよね。はい。え、空くんってさ、実家とかどこなんだっけ？実家っすか？あ、言いたくない？いや、そんなことないですけどね。あ、本当に？はい。そっかそっか。はい。空くんってさ、はい、旅とかするの？普段旅っすか？うん、しないっすね。あ、そうなんだ。はい。家族でたまにみたいな感じ？いや、家族旅行とかないっすね。あんまなかったっすね。あ、そうなんだ。はい。なんか僕ディズニーランドとかも全然行ったことないんですよ。あ、そうなんだ。なんか親が全然すごいインドアなんで。あ、そうなんだ。はい。あ、まあでもそうだよね。なんかじゃないと僕の弟子とかないよね。インドア系じゃないと。なんか俳句とかね。なんか、あ、でも自分中高はサッカーやってましたよ。え、あ、そうなの？はい。え、なんかすごい意外だね、そういうの。そうっすかね。おお、すっごい意外だよ。そうっすかね。サッカーから俳句に転身って、なかなかこうすごいアレなものがあるよね。風流っすか？いや、風流かちょっと分かんないんだけど。あ、そうっすか。あ、うん、なんかどっちかっていうと詫びっすか？詫び？はい。そうかもしれないね。え、てか行かないんすか旅？え、ああ、うん、行きたいんだけどね。僕もなんかまだお客さんまだ集まってないらしいんだよね。なんかさっき船長の人がアナウンスしてたけど。あ、そうなんだ。てかまあいずれにせよまだ出る時間じゃないしね、船。あ、そうなんすか。うん。え、あれ何時発でしたっけ？27分じゃない？3時？うん。あ、俺は最悪だ、時間間違えてました。あ、そうなの。はい。うわ、最悪だ。最悪ってことはないんじゃない？いや、まあ最悪ってことはないんですけどね。忘れ物したんですよ、急いで出てきたんで。あ、そうなんだ。はい。だからうわ、取り替えれたな。それはそうだね。はい。え、何忘れたの？え、あ、忘れ物。あ、おみくじですね。おみくじ？はい。おみくじ。なんかあれっすか？何？芭蕉さんって何聞くんですか？音楽とか。音楽？はい。やっぱ演歌っすか？いや、聞かないよ、演歌なんて。え、マジっすか？うん、そうだね、ヒップホップとか。ヒップホップですか？うん。配信なのに？ダメかな。いや、ダメじゃないですけど。やっぱ韻とかたくさん踏んでくれるとさ、掛け言葉みたいなもんじゃない、あれって。熱いよね、僕なんかからするとさ。あ、そうっすか。うん。好きな人とかいるんすか？そうだね、ゆるふわギャングとか。え、誰っすか？あ、知らない。はい、知らないっすね。そっかそっか。はい。空くんはなんで、あのさ。え？あ、はい。あの、僕についてきてくれることにしたの。なんで？うん、なんで？弟子だから。そっか。はい。だよね。え、なんか逆にないとやばいっていうか変ですかね。いや、全然そんなことないけどね。本当ですか？うん、本当に本当に。そっか。うん。じゃああれか、旅に関してはあれか、よくするみたいなわけじゃ全然ないけど、かといって好きっちゃ好きみたいな感じか。いや、そんなことはないですね。ああ、本当に？はい。旅って正直なんでするのか分かんないっていうか。ああ、もちろん芭蕉さんみたいにご当地の句読んでいきたいぞっていうモチベーションがあるなら全然分かるんですけどね。ああ、ご当地ね。なんかただ趣味が旅っていうのは純粋に謎って感じですね。なるほどね。なんかあれっすかね。え？いや、モチベないのについてこられてもあれみたいな。え、いやいや、全然そんなあれなんかじゃないと思うけど。純粋なだけ立ち悪いみたいな、ブー的なあれですかね。いや、全然ブー的な。あ、魔人か。いや、全然ブー的なあれなんかじゃないよ。よかった。うん、ただまあ空くん的にどうなのかな、あれなのかなって感じだけど。やっぱあれですかね。え、いやいや、全然僕はあれじゃないよ。嬉しいし、本当に。なんかすいません。いや、全然全然全然あれなんだから、本当に。すいません。いいんだよ、気にしなくても。そんなこと。はい。その気持ち置いていこうよ、この場所に。ああ、はい。空くんと芭蕉の旅が始まれり。え？
いや、いや、なんかどうかした？いや、一応聞くんですけど、今のって本気のやつとかじゃ全然あれですよね。本気の？はい。何が？いや、何どうしたの？いや、なんていうか、今3連続ぐらいで五七五してましたよ。え？あ、はい。いや、違うですよね。違う。ああ、ですよね。違うよ、まさか。なんか、うわ、本当だ、やばいね。なんかもう自然になっちゃうみたいな。いやいや、そっか、うわ、恥ずかしいな。ゆえゆえみたいな目してたでしょ。あ、僕だよ。僕顔ですか。引き出されちゃったのかな。そんな、するべき時に染み付いてるからかな。染み付いてる生活だから、それが弱い目だそう。ああ、よかったらこれ。いいね。すみません。あ、はい。チケットって次の便のとか余ってたりしませんか？チケットですか？ちょっとそうですね。ないですね。そうですか。はい、自分たちのしか。すみません。いえ。どうしたんすかね。そうだね。なんか急いでる的なあれなんですかね。まあ、いろんな旅があるからね、十人十色の本当に。え？ああ、まあ旅って限らないですけどね、別に。うん、まあね。でもまあ、味方によっちゃね、何でも。移動って旅だし、人生もね、旅だし。人生ですか。うん。人生、旅。うん。そうですよね。まあでも、あれだね。にしても、アナウンスとか入ってもいいのにね、そろそろ。ああ、ですよね、やっぱり。うん。遅れてるんじゃないですか、準備、出航の。やっぱりそうなのかな。はい。そっか。そうですよ、きっと。そうかもね。はい。見に行った方がいいのかな。見にですか？うん。ああ。案内とかね。ああ、ですね。出てるかもだし。ああ、ですね。行ってみた方がいいね。ああ、ですね。もう出てるかもしんないもんね、案内。そうですね、案内。どっちかが行った方がいいね。まあ行かないと見れないですもんね。そうだよね。そうですね。そういうもんだもんね、案内って。そうですね、案内はそうですね。もしアナウンスさえあればね。そうですね。アナウンスさえあれば見に行かなくてもいいんだけどね。アナウンスさえあればそうですね。そうだよね。案内はね。そうだね。ですよね。アナウンスってそういうもんだもんね。そうですね、アナウンスは。はい。そうだよね。そうだと思います。見てきてみようか。え、マジっすか。え、すいません、師匠なのにそんな行かしちゃったりしてお願いとかして。え、いや。え、ああ、いやいや、一緒にだよ。ああ、一緒にですか。うん、一緒だよ。あ、なんだ、一緒か。あ、
一緒じゃないと思ったか。はい。そっかそっか。はい。もし一緒があれだったら、ソラ君が行ってきてくれてもいいよ。え？違うか。はい、それは、はい、違いますね。そっかそっか、はい、なんかごめんね。はい。うん。じゃあ探しに行きますか、しょうがないから。うん、そうだね、しょうがないし探しに行こうか。はい。何してるんですか。ごめんね、なんか。お母さん、トビオ。僕、トビオじゃないよ。そっか。どうしたの？ううん、なんでもない。でも、お母さん、探してるの？うん。じゃあ私と同じだ。同じ？うん。どういうこと？僕なんていうの？名前？うん。僕アトムだよ。アトム。うん。アトム。うん。変な名前だね。そんなことないよ。見つかるといいね、お母さん。うん、ありがとう。あなたも。すいません。はい。あの、何か。あ、すいません、なんかあの、船の。船の。はい。あ、はい。船長さん。船長っていうか、そんな、船頭っていうか、まあ、はい。あ、そうですか。あの、ここって事務所で大丈夫ですか。事務所？はい。あ、いや、事務所ってものは特になくて、倉庫ですよ、ただの。あれ？何ですか。いや、さっきなんか外に書いてあったので、そう、倉庫、PP、事務所って。
ね。ああ、はい。外にですか。ああ、そうですね、はい。え？あ、いや、事務所ですね。事務所なんですか。前に倉庫だったのを事務所に変えたのを忘れてました。そんなことあるんですか。すいません。ああ、いやいや、こちらこそすいません。え、あの、どうかなさいましたか。ああ、そうそう。はい。あの、僕たち、次に出る船に乗りたいと思って来てるんですけど、はい。なんかその、時間とか大丈夫なのかなっていうか。ああ、はい。そろそろもうね、もう出る時間だと思うんで、本当は。ああ。人とか集まってなくて、まだ出ないのかなとか思って。ああ、はい。そう。だから、なんかそう、アナウンスとかないってことは、遅れてるとしたら、あの、あ、はい、案内みたいのあるのかなと思ってきたらなくて、はいはい、で、なんか代わりに事務所とかの見つけちゃったので、なんか誰かいらっしゃるのかなとか思って。なるほど、すいません。そうですよね。あ、いやいや、あの、すいません、勝手にこんな。あ、いえ。あの、え、何か取ろうとしてらっしゃったんですか。え、あ、いや、さっき何か取ろうとしてらしたのかなと思って。ああ、あの、どうなんですかね、遅延みたいな感じなんですかね。え、何かあれば取りますよ。何か、あ、大丈夫です。もし遅れてるとしたら時間、おおよそのとか教えていただければと思ったんですけど。あ、そうですよね、あの、今日なんですけど。取りますよ。え、僕背だけは高いんですよ。だけはってことはないだろうよ、そらくん。そう思いますか。そりゃそうだよ、そらくんは高いよ、いろんなものがね。え、いや、そんな、いや、この方もお世辞で言ってるんじゃないと思う。そうですよね。あ、ほら見なさい。本当ですか。いや、嬉しいです。はい。なんなら他に何が高いか聞いてごらんよ。いや、それはさすがに失礼じゃないですか。それはあれだよ、そらくんのお願いの仕方次第だと思うよ、僕は。本当ですか。ああ、さあ。え、ああ、すいません、ご迷惑じゃなければ。え、あの、え、ストライクゾーンか。あ、そらくん、はい、ほらね。ありがとうございます。あの、はい、あの、なんていうか。ところで、いい加減ダイヤの話に戻してもいいですか。え、はい。なんかその遅延とかですか、次の便って。あの、特別ダイヤなんですよ、今日。ああ、そうでしたか。はい。そういうことか。そういうことなんですね。はい。なるほど。なるほどですね。はい。合点がいったね。言ってます。すいませんでした。分かりづらくて。いや、なんか祝日とかだけか、今日は。あ、いや、そうじゃなく。はい。向こう岸で、祭りというか、イベントというか。イベント？いえ、それは違うんですけど。あの。はい。あ、すいません。結局のところ、何時ですか、次出るの。すいません。ああ、そうですよね。46分後ですかね。ああ、そんなに。はい。ちょっと向こうに着く船が多いってことで、今日はちょっと少なくなっちゃってて。ああ、じゃあ橋がある方まで歩いちゃった方がいいのかな。ああ、でも橋の方も多分通れる人制限とかしてるんですよね。ああ、そうなんだ。そうですか。そしたらちょっと取ってきてもいいですか、家に。おみくじ。はい、わかった。すぐなんで、走ったら。そっか、行ってきます。はい。すいませんね。あ、いえ。子供みたいでしょ。え、ああ、すぐどっかいなくなっちゃうんですよ。今なんか一声かけてくれたんで、全然いい方なんですけどね。あ、そうですか。お忙しいですか。ああ、いえ、まだ船は出ないで、そんな忙しいってほどじゃないですけど。そうですか。あの、あ、そうだ。何ですか。いや、さっきなんか物を取ろうとしてらっしゃったなと思って。ああ、手伝いますよ。ああ、いえいえ、大丈夫です。そんな気にしないでください。いや、気にはしてませんけど。何を取ろうとしてらっしゃるんですか。え、ああ、資料ですよ、普通に。資料？そうですか。あれですか、あの赤いファイルのやつかな。あ、いや、違って、あの、
自分で取るので本当に。あ、そうですか。あ、でもこれですか。あ、いや、あ、本か。これはただのですね。それはただの草枕漱石ですか。あ、そうですかね、多分。そんなことない。あ、いや、そうでしょうね、そう書いてあるなら。あ、やっぱり。お好きですか。漱石ですか。好きですよ。向こうも僕のこと好きだと思うし。向こう。あ、いや、すいません、あの、有名な方ですか。あ、いやいや、そんなことはないんですけど。あ、そうですか。というか、一応芭蕉って言うんですけど。松尾。ちょっとすいません。あ、そうですよね、すいません。あ、いや、こちらこそ不勉強で。いえ。小説を書かれるんですか。ああ、一応俳人なんですけど。俳人。ああ、俳句の。ああ、俳句ですか。そうですか。そうなんです。ああ、俳句ってことはあれですか、なんかタラチネのみたいな感じですか。ああ、それはあれですね、短歌とかで使うやつですね。そうなんだ。俳句は七七がないやつですね、最後の。ああ、七七が。はい、いいですね、俳句。え、本当ですか。はい。そうですか、嬉しいな。いえ。俳句なんてやらないじゃないですか、古臭いし。そうですか。思いませんか。いや、まあ思わないことはまあないですけど、でも新しいと思いますよ、逆に。ああ、逆にね。いえ、本当に。そうです。いや、なんかいいですよ、五七五で心の世界が開かれる感じがして。そうなんですよ。うん、分かってらっしゃる方だ、あなたは。あ、一つどうですか、読んでみては。何ですか。俳句ですよ。私ですか。ええ。いや、無理ですよ、私は。おーいお茶の横に書いてあるのみたいなのしか見たことないです。十分ですよ、おーいお茶。たまにおーいっていうのあるじゃないですか。あ、ありますかね。ありますよ、そういうのをイメージすればいいんですよ。まあ逆におーいっていうのもありますけどね。ああ、ありますね、英語のとかね。あ、いや、いいんですよ、英語のは英語ので。そんなこと言ってるとあの世でドナルド・キーンに叱られますよ。はどうですか、一句。そうですね、大福を三つ一気に食べました。はい。ダメでしたよね、すいません。いえ、すごくいいと思います。いや、そんなことないです、本当すいません。初めてですか、読むのは。はい、そうです。いいですね。いや、そんなことないです。なんというか、初々しさみたいなものがあります。ないものですよ、僕にはもう。いや、そんな。いいな、やっぱり俳句は。ああ、よかったです、それなら。すいません、俳句のことになると。あ、いえ。すいません、ちょっと探してきます。ああ、お弟子さん。はい、わかりました。すいません。なんだこれ。僕。おじさん、僕って僕のこと？うん、君のことだよ。そっか。おじさん、僕に何か用？そうだね。君も船に乗りたいの？船。ああ。ううん、僕船に乗りたいんじゃないよ。そうなの？うん、僕はね、船になんか乗らなくても空を飛べるんだ。そうなんだ、そりゃすごいな。うん、僕はね、お母さんを探してるの。お母さん。おじさん、知らない？僕のお母さん。君のお母さんか。ごめん、ちょっと知らないな。そっか、そうだよね。君、お母さんとはぐれちゃったんだね。うん、僕、お母さんとはぐれちゃった。そっか、じゃあ、向こうの事務所みたいなところまで連れて行ってやろうか。アナウンスを入れてもらおう。ほら、一緒においで。うん、おじさん、ありがとう。でも、大丈夫。
お母さん、ここにはいないんだ、多分。そうなの？うん。もっと、ずっと、ずっと、遠いところではぐれちゃったんだ。そうなの？うん、そんな気がするの。そこがどこなのか覚えてはないのかい？うん、覚えてないんだ。そっか。うん、僕、あんまり、実は、覚えてないんだ、いろんなことを。本当は、もっと、みんなよりも、たくさんのことを覚えられるんだって、お父さんには言われるんだけど。お父さん？うん。そっか、君はお父さんと一緒に住んでるんだね。そうだね。一緒に住んでるかはわからないけど、お母さんよりはお父さんといる時間の方が長いよ。なんか複雑なんだね。複雑？ああごめん、傷つけるつもりはないんだけど。ううん、傷ついてなんかないよ。でも複雑なのかな、ちょっとわからない。そっか。ありがとう、おじさん。おじさんはいい人だ。いい人？そっか、そうでありたいね。うん、そうだよ。そっか、ありがとう。おじさん、ちょっと僕についてきてくれる？面白いところに連れて行ってあげるよ。面白いところ？どこだいそれって。いいから、ついてきて。ついてくって？どこに？ねえ、ちょっと。芭蕉さん。あ、すいません。あ、さっきの。ああ、ああ、いや、すいません。なんかさっきは。すいません。いえ。チケットありました。いや、なんか、次は満員だって。なんか、もしあれだったらこっそりとか乗っちゃえるんじゃないですか？こっそりですか？はい。いや、なんか、見たところっていうか、なんか、今からちょっと失礼なこと言いますけど、なんかお軽そうなんで、乗ってもなんか重さの許容量みたいな、その設定されてる人数の一人当たりの重さとかに換算して、なんか全然大丈夫なんじゃないかなっていうか。はあ。あ、いや、あのこう見えて自分も結構軽い方なんで、あと自分の一緒に乗る人っていうか、あの師匠なんですけど、その人もこう割と軽みのある人なんで、だからみんなで3人で考えても結果的に想定の 2.5 人分ぐらいに収まるんじゃないかなっていうか。はあ。いや、なんていうか、あの普段だったらっていうか、俺一人だったら全然代わってもらって乗ってもらってっていう感じでやるんですけど、さっきも言ったけど、そのいかんせん師匠とのなんか旅なんてちょっと断れないっていうか。あ、いや、断れないのはあなた全然関係ないですけど。あ、いや、だから結局のところやっぱ一緒に乗っちゃいましょうよっていうか、手伝いますよっていうことを言いたくて。なんかすいません。いえ。すいません。いえ、お気持ち嬉しいです。ああ、すいません。
何の方なんですか？何のっていうのは？いや、あの方、一緒にいる。というか、あなたもですけど、なんか師匠さんっておっしゃってたので。ああ、はい、あの、はい、恥ずかしいんですけど、あの、いえ、俳句なんですよ。俳句？ええ。へえ。なんかすいません。え、なんでですか？いや、なんか地味ですいません。いやいや、そんな。今回連れてかれるのもなんか、ご当地俳句の読み倒れツアーみたいなやつなんですよ。読み倒れですか？そう、変でしょう。いや、どうかな。いや、とか言ってね、300年後とかには確実に絶対レジェンドになってるとは思ってるんですけど、自分は。あなたが？あ、いやいや、師匠がですよ。ああ。自分は門下に入れただけでも大満足っていうか、そんな感じなんですけど。へえ。あ、いや、すいません。いえ、尊敬してらっしゃるんですね、随分。そうですね。割とそうかもしれないですね。今はどちらに？ああ、自宅ですか。自宅は今引き船に。引き船？引き船、あの木の実7。その師匠の方は、ああ、ご一緒じゃないのかなって。ですよね。はい。いや、自分も実は今めっちゃ探してて、さっき一瞬別れたんですけど、戻ってきたらいなくなってて。あ、なるほど。僕、どこに向かってるの？心配しないで、もう着いたよ。着いた？うん、着いたって。ここさっきの事務所に戻ってきただけじゃないか。事務所？違うよ。ああ、外に書いてあっただろ、倉庫 PP 事務所って。関係ないよ、そんなの。関係ないってダメじゃないか、おじさんをからかっちゃ。からかってないよ。僕、おじさんをここに連れてきたかったんだ。ここにいれば必要な話が聞けると思う。必要な話？うん。それじゃあね、また後でね。いや、ちょっと、僕、え？そう、なんか目離すとすぐどっか行っちゃうんですよ。そうなんですか。はい。どこ行ったんだろう、本当。そんな、俳句のすごい方なのに。ね、その辺はなんかね。そうなんだ。子供みたいでしょ。あ、そうですね。え？あ、すいません。いや、あれ？何ですか？いや、ついさっきまでいましたよ、あのお弟子さん。本当ですか？ええ。いや、追いかけたらいると思いますよ、もう本当、すぐその辺に。本当ですか？いませんね。え、本当ですか？ええ。え、ちゃんと探しました？ええ。本当ですか？はい。そうですか。じゃあ、ここで待ってたらいいんじゃないですか？え？いや、見つからなかったらまた来るとか言ってたし、また入れ違っちゃったら嫌でしょ。本当ですか？はい。ああ、嫌ならいいですけど。いや、全然。むしろすいません。いえ。すいません。また何か手伝いますか？いや、そうですね。じゃあ、あの、荷物積むので手伝ってもらっていいですか？あ、はい、ありがとうございます。鳥めっちゃいますね。ああ、意外と重いですね。そうなんですよ。大変でしょう、女性だと。え？ああ、私男ですよ。そうでしたか。あ、すみません、なんか。ああ、いえいえ、こちらが。いえ。すみません、髪の毛が長くいらしたんで、つい。髪ね、はい。よく言われます。伸ばしてるんですね。そう。妻がね。はい。長かったんで。ああ。なんとなくね。そうですか。ええ。まあ、お気になさらず。いや、すみません。いえ。ところでなんですけど、はい、その向こうでやってるお祭り、さっきおっしゃってたのって何やってるんですか？ああ、なんかフェス？
あ、いや、フェスではないですね。ああ。いや、そうですね。なんかちょっと説明しようとすると長いんですけど。長い？ええ。祭りの説明が？あ、いや、背景というか。背景ですか？はい。なんというか、あんまり明るい話じゃないんです。お祭りなのに？はい。アーティストがマリファナで捕まったんですか？あ、だからフェスじゃないんですよ。あ、なめだるまでしょ、絶対。絶対そうだ。違います。ああ、そうですか。じゃあ、何ですか。なんというか、慰霊祭みたいなものなんですよ。慰霊？ええ。まずは、もう随分前のことになるんですけど。ええ。この川で、男の子が一人死んじゃったんですよ。この川で？はい。そうですか。トビオくんっていう名前の子だったんですが。はい。あ、やめます？この話。ああ、いやいや、ここでやめないでください。そうですか。なんでですか？それって。死んだわけですか？はい。なんか、氾濫した川に飲まれたんだそうです。氾濫か。まあ、そうか。ええ。それで？でね、トビオくんにはお父さんがいて、天馬博士という方だったんですが、その方は研究者でロボットの研究をされていた方なんですけど。ロボットですか？ええ。はあ、すごいですね。いや。え？あ、いや。何ですか？いやいや、でね、はい、その人、天馬博士はその一件以来少しおかしくなってしまったみたいで。いや、そりゃそうですよね。その研究室に閉じこもっちゃったみたいなんですよ、自分の。なるほどね。ええ。それでそれはいいんですけど、しばらくして、それが去年の、実はちょうど今日のことなんですけど。今日？はい。どうしたんですか？ここでまたもう一人少年が亡くなったんです。え？やめますか？いや、やめませんけど。なんかすごいちょっと怖いですね、さすがに。そうですか。いや、だって今からまさしくその川を渡ろうとしてるのに。ああ、確かにね。ちょっとそっか。それも事故ですか？いや、それがちょっと分からなくて。分からない？はい。だからさっき言ったトビオ君同様、氾濫した川に飲まれたとか、瀕死の状態で発見されて近くに運び込まれるのと同時だったとか、いろんな説があって。そうですか。そうでね。はい。ただここからはちょっと不思議な話なんですけど。不思議？はい。遺品のね、水筒だったかな、彼の。はい。なんかね、名前がね、トビオって書いてあったらしいんですよ。え？はい。その二人目の？はい。ね、何ですかそれ。不思議ですよね、ちょっと。いや、ちょっとっていうか、だいぶっていうか。怖い話じゃないですか。怖いですか？いや、怖いですよ、ダメなんですよ、僕。あ、じゃあ続けて。はい。で、二人目のトビオくんはね、要するに名前以外のことはほとんど何にも分からなくて。あ、名字は確か吉田だったかな。はい。まあでもとにかくどこから来たのかとか、そういうのが全く分からなかったんです。なるほどね。で、それをさっきの天馬博士が聞きつけたわけですよ。ああ、はい。それでね、天馬博士は思ったんです。ああ、これはきっと飛びを弔い直すチャンスなんだって。というと？天馬博士はね、息子の飛びおくんが死んでからのうちに奥さんもすぐに亡くなってしまって、ひたすら自分の研究を続けてたわけですよ、ロボットの。はい。それでもし時自分がもっと優秀だったら、何とかして飛びおを救えたかもしれないって思ってたんです。だから思ったんです、自分の手でトビオを救い直せるとしたら今だって。天馬博士は二人のトビオのイメージをもとに、アトムというロボットを作ることに決めました。アトムですか？ええ。それでそれからは割に短くて、アトムは去年の4月7日に完成しました。それで今もこの川岸で毎日働いています。もうあんな事故が二度と起こらぬよう、この川の安全を守ってくれているんです。
終わりですか？終わりです。そうですか。あの、はい、なんて言えばいいんだろうな。はい、あの、祭りの話はどこに行きましたか？ああ、待つつもりなんですか、次の便？いや、まあそれしかないのかなって。でも随分出ないらしいですよ。え、本当ですか？なんか46分後とか。本当ですか？はい、日も暮れちゃうし、まあいいならいいと思うんですけど。参ったな。なんか急いでらっしゃるんですよね。私ですか？はい。いや、急いでるっていうか。ああ、そんなことない。そんなことないこともないんですけど。そうですね。ちょっと人を探してるんです。人？ああ、そうだったんですか。はい、でもちょっとどこにいるのかわからなくて。わからない？はい。はぐれちゃったってことですか？はぐれちゃった。そうですね。あ、なるほどね。はい。え、それ船乗っちゃって大丈夫なんですか？なんかわかんないですけど、向こうからしたら見つけにくくなっちゃうんじゃないですか？ああ、そんなことない。いや、わかんないんです、本当にどこにいるか。だからきっとこっちだろうなって方にずっと歩いてきたんです。そうですか。はい。あの、はい、やっぱ乗っちゃいますか、こっそり。え、船手伝いますよ、僕。手伝う？はい。何をですか？ちょっと考えがあるんですよ。考えですか？ええ、手伝わせてください。いや、はあ、さっきからなんだろう、あの鳥。ちょっと確認してきます。ああ、祭りね、すっかり忘れてました。そうでしたか。すいません、まさかこんなに忘れるとは。いえ、忘れるのは誰にでもね。いや、お恥ずかしい。いえ、その今日の祭りはね、その亡くなった少年のために墓標を立てたんです。ええ、それを囲んでね、まあ念仏を唱えて彼を弔おうってことで去年からやってるんですよ。ああ、なるほど。そしたらいつかここを通った人なり何なりが日本中に散るわけなんで、それでいつかその子の家族が見つかればっていう感じみたいですけどね。何なりっていうか、まあ人でしょうけどね。はい。そうですか。はい。いや、でもお詳しいですね、すごく。いや、先導なんてやってればそれはね。そうですか。ええ、いや、僕も実はこの辺なんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですけど、全然今のお話とか知らなかったです。そうですか。まあ去年はちょっとしばらく旅に出てたってのもあるんですけど。ああ、なるほど。ええ、お好きなんですね、旅が。好きですね。そうですか。ええ、これからもまた？今からですか？ええ、いいですね。いや、どちらに？東北の方まで行こうかなと思って。東北ですか？どこですか？松島とか行こうと思ってるんですけどね。松島？へえ、羨ましいな。いや、長いんですか、このお仕事は？私ですか？いや、実は去年からなんです。ああ、そうなんですか。そう、前職に一区切りついたんでね。一区切りですか？ええ、それからまあ妻に先立たれたのもあって。ああ、そうでしたか。はい。それはご愁傷様で。あ、すいません。その、去年までは何をされてたんですか？何ですか？だからその、前のご職業というのは。ああ、そうですね。はい。あの、はい。研究ですね。研究？はい。何の？ロボットの。え？
はい。もしかして。はい。あの、ええ、あなたって、はい、派遣の方ですか。はい。違いますよ。ああ、そうですか。ええ、そしたらバイトですか。バイト。はい。あ、かもですね。カモメでした。ああ。かっこいいなあ、カモメは。そうですかね。え？都鳥ですよ、きっと。都鳥。ええ。そうですかね。カモメだと思うんだけどな。昔、男がね。はい。この渡り場で歌を一首詠んだんです。歌？何しようあば、いざこととわん、都鳥。我が思う人は、ありやなしやと。はあ、和歌ですか。そう、知りませんか。すいません、自分俳句専門なんで。どういう意味ですか。そうですね、旅の道中に詠まれた歌なんですけどね。ここで目にした鳥の名前を都鳥と聞いて、都鳥というからには、私が都に残してきた恋したう方は無事なのか、どうか教えてくださいという歌です。はあ、わかりました。あ、はい、深いっすね。恋の歌なんです。いや、深いっすよ。そう、私も今その歌を読んだ彼と同じ気持ちです。恋してるんですか。はい。へえ。恋はね、狂いですよ。狂い。来ないですね。来る気配もないですね。はい。なんかおみくじを持ってくるとか、またわけのわからないこと言ってたんですよ。おみくじですか。はい。それは確かに、そうですね。ね。ちょっと、やっぱり探してきますね、僕。あ、本当ですか。はい。いや、ありがとうございました、お忙しい時に。あ、いえ、はい。すいませんでした。あ、これ、すいません、草枕。ああ、差し上げます。え？もう読んだので。読んだ。はい。何回？一回。え、一回でいいんですか。大丈夫です、一回で。そうですか。旅のお供にでもどうぞ。そうですか。ええ、本当に。そうですか。じゃあ、あの、すいませんでした。ああ、いえいえ。じゃあ、時間になったらご案内するので。あ、はい、こちらこそごめんなさい。ああ、いえ。すいません、よろしくお願いします。あ、そうだ。何ですか。なんか、こんなの落ちてましたよ。え？ほこりかぶってますけど、ちょっと。何です？はい、捨てますか。何だろう。ああ。すいません、ゴミでした。あ、いや、懐かしいな。え？こんなとこにあったんだ。あ、いた。大丈夫ですか。すいません。そうか。え？あ、いた！そらくん。いや、どこいたんですか？探しましたよ。え、あ、ごめんごめん。大丈夫っすけど。持ってこれた？おみくじ。あ、持ってきましたよ。ほら。そうか、よかった。小吉なんだ。はい。そっか。てか、さっきの。あ、はい。ああ、何かお話ししてたの。ああ、そうですね。なんか困ってたみたいだったじゃないですか、さっき。ああ。だから、はい。そっか。チケット。
はい、変えたの？いや、なんかやっぱり次の便は満員みたいで。ああ、そうなんだ。でもなんか、どうですか？何が？乗れると思いません？普通に。どういうこと？だからあれですよ、こっそり。こっそり？あの、それはもう。いや、こっそりはダメだろ、そらくん、さすがに。いや、いけますよ、そんな一人増えたぐらいで。転覆するわけじゃあるまいし。転覆ってそれましないだろうけどさ。だからちょっと手伝おうっていう気持ちであれなんですよ。いや、だから手伝うって言ったってね。何をどうするの？とりあえず、さっきの船長さんにお願いしてみようと思うんですけど。え？何ですか？いや。ねえ。いや、どうかな。それだけしてみればいいじゃないですか。本当すみません。大丈夫です、本当に。はあ。いや、聞いてみるだけ見ましょうよ。うん。いいけど。ダメだったらどうするの、それで。そしたらいよいよ、こっそり。いや、それだったら初めからこっそりの方がいいよ。え？だってそうしないと、犯行予告みたいなことになるよ、結局。いや、場所さん悪いな。いや、いずれにせよやるならってことだよ。そうか。ああ、それもそうですね。そうだろ。いや、さっきちょっと話したんですけど、優しそうな人なんで最悪バレても怒られませんよ。話したって？船長の人ですよ。え、そうなんですか？はい。バレても大丈夫そうだったんですか？多分ね。うん、どうだろう。確かに本当怒るって感じの人ではなかったけどね。そうですか。はい。じゃあやっぱり頼んできた方が。え？いや、それならやっぱり頼んでみた方がいいかなって。あ、いや、それは師匠がダメだって言ってるんで。そっか。いや、ダメとは言ってないよ、僕は。言ったじゃないですか。だから、断られてもどうせやるんならそっちの方がいいって言っただけで。言ってるじゃないですか。だから違うよ。何がですか？だから。お母さん。あ、僕。さっきの。おしまい？もう、おしまい？おしまい？おしまいじゃないよ。そっか。僕、お母さんは見つかった？おじさん、誰？あれ？さっき話しただろ、あっちで。そうだっけ？忘れちゃったか？うん、ごめん、おじさん。いや、いいんだ。あなたも彼と。あ、はい、さっきちらっと。そうですか。はい。僕、あの人のことは覚えてるかな？うん、覚えてるよ。お母さんだ。君の？ううん、僕のじゃない。そっか。ん？この子は？ああ、空くんはそうだよね。ええ。なんか、お母さんを探してるみたいなんだよ。迷子ですか。まあ、そういうことだね。そうなんだ。じゃあ僕連れてってきますよ、さっきの事務所。ああ。僕。誰？弟子。弟子。そう、この人のね。弟子、そうなんだ。うん。お母さんも弟子なの？え？おじさんの。ああ。ううん、私は弟子じゃないよ。そうなんだ。うん。あ、え？おじさん、そういえば船に乗りたいんだったよね。え？ああ、そうそう、思い出してくれたんだ。うん、思い出した。忘れちゃっててごめんね。いや、いいよいいよ。弟子も船に乗りたいの？え？ああ、うん、そうだね。弟子も船に乗りたい。そうなんだ。お母さんも？ああ、うん、そうだよ。そっか、そうなんだ。でも、私はちょっと乗れるかわかんないんだ。そうなの？うん。どうして？満員なんだって、船が。だから、乗れるかわかんないの。満員？うん。そっか、わかった。え？僕の代わりに乗ればいいよ。どういうこと？いつも、お父さんと一緒に船を漕いでるんだ、僕。お父さん？うん。だから、今日くらいは譲ってあげるよ。あなたに。あれ？おじさん、どうしたの？いや、君もしかしてアトム君？うん、そうだよ。ああ、そういうことか。どういうことですか？おじさん、僕のこと知ってるの？ああ、いやいや、ついさっき船の船長さんに聞いたんだよ。そっか、君がアトムか。うん、そうだよ。おじさんは？おじさん？おじさんはね、芭蕉って言うんだ。松尾芭蕉。芭蕉。ああ。
僕より変な名前だね。え、そうか。うん、そうだよ。おじさん、それ本当の名前なの？いや、廃人としての名前なんだ。しかも三つ目の。そうなんだ。それなら僕は二つ目の名前だよ。え、お待たせしてすいません。次の便にご乗船の方どうぞ。あ、どうも。どうも。あ、どうぞ。あ、すいません、本当にお待たせしてしまって。あ、いえ。すいませんでした。いえ。あ、どうぞ。あ、お二人ですよね。え、あ、ええ。すいません、そちらの方は。そうですね。あの、すみません、乗せてもらえませんか？急いでるんです。はい。あ、チケットとかってないんです。あ、なるほど。はい、なんか満員ってのは分かってはいるみたいなんですけど。お知り合いですか？何ですか？いや、だから。私たちですか？私たちは知り合いとかではないですね。そうですか。ダメですか？ダメ。そうですね。やっぱり店員はね。店員。なんか本当知り合いとかでもなくあれなんですけど、すごく急がれてるみたいなんですよ。ああ、それは、はい、わかるんですが。それもわかるんですが。それもわかるんですが。もうわかるんですが。わかるんですが。もう、はい。軽いんですよ。軽い。ええ、この人。この方。ええ、そうですか。はい。そうですか。はい。お父さん。ん？乗せてあげてください。僕大丈夫ですよ。だから僕の分であの人を乗せてあげてください。僕たちは隅田川の渡し森なんだから。いいの？だって今日は。うん、だって僕空を飛べるもの。そっか。はい。それに僕はもう飛び用じゃないから。そうか。じゃあ、どうぞ。お、本当ですか？はい。よかったですね。あ、はい。いや、幸先がいいね。ね。なんかあれだね。何ですか？いいことすると気持ちがいいな。何もしてないですけどね。まあね。いや、本当ありがとうございました。助かりました。いや。いや、本当ありがとうございます。いえ、よかったです、本当。あ、じゃあ、申し訳ないんですけど、そこの橋の盛り上がってるところでいいですか？元の方は優先ってことで。ここですか？はい。ああ、全然気にしないでください。あ、いえ、大丈夫です。それじゃあ、大変お待たせしましたが、行きますね。なんか良かったですね。いや、本当そうだね。え、てか、どこいたんですか、ずっと。え、いや、こっちのセリフだよ。すぐどっかいなくなっちゃうんだもん、そらくんは。いや、こっちですよ。え、僕は取ってくるって言ったじゃないですか、おみくじ。まあね。で、戻ってきたらいなかったんじゃないですか、芭蕉さんが。え、そう？そうですよ、うろちょろするから。うろちょろって、ごめんよ。はい。でもなんか、あの女の人と仲良くなってたみたいだったじゃない？ああ、それはそうですね。でしょ？はい。なんかいろいろ聞かれたんで、芭蕉さんのことも話しときましたよ。ああ、本当に？ええ。なんか、ご当地俳句読み倒れみたいなこと言ってないだろうね。いや、はい。言ったね。はい。いや、さ、言っとくけど、この度はさ、そんなご当地グルメの食い倒れみたいなことじゃないんだよ。あ、違うんすか？なんかさ、いろんな有名な和歌とかの題材になったみたいな名所を旅してさ、そこでまたそれぞれ感じることを俳句にしたいんだよ。それがマイスタイルだから。あ、だから全然そういう B 級グルメみたいなことじゃないんだからね。あ、そうっすか。そうだよ、本当にもう。あ、でもあの女の人に聞きましたけど、ここもじゃあなんか舞台の有名な和歌があるらしいですね。有名？はい。知らないっすか？なんか、なんだっけな、都鳥がなんとかみたいな。都鳥？はい。なんだっけ、塩がなんとかでいざなんとかみたいな。塩。やっぱ知らないっすか。じゃあやっぱそんな有名な歌じゃないんだ。
ってるよ。え、マジっすか。うん、知ってるよ。宮古鳥が塩のやつでしょ。当たり前じゃない。あ、本当ですか。当たり前だよ。あ、そっか、ここ、そっか、忘れてた、そうだ。あ、そうなんだ。うん、そうだよ。あ、すんごいド忘れしてた。あ、そうなんすか。え、じゃあなんか、早速一句とか行けたりするんすか。え？あ、いや、だってさっき、それがマイスタイルだ、みたいなことをおっしゃってたから。あ、もうそうだね。読んじゃおうかな、じゃあ早速。お、マジっすか。うん。塩、宮古鳥。塩にしてもいざことずてん都鳥。どういう意味ですか。いや、だからその都鳥をだからその塩漬けにしてその都に送ってあげようっていう。おお、ダメかな。あ、いや、なんかそんな感じでした、確か。はい。あ、本当。はい。いや、さすがだな。あ、本当、よかった。さすがだわ。よかった。はい。え、芭蕉さんは何か何してたんですか。え、いや、そうだね、あの船長さんといろいろお話ししてたよ。ああ、本当ですか。うん、なんか早速旅の醍醐味って感じ。あ、そうっすか。うん、何話してたんですか。いや、なんだろう、なんか俳句の話とか。俳句ですか。うん、それ絶対芭蕉さんが語っただけですよね。まあそうかもね。やっぱりね。そうだね。あ、でもなんか面白い話聞いたよ。何ですか。面白いっていうか怖い話。はい、何ですか。いや、なんかさ、話すとちょっと長いんだけどさ、ええ、まあダイジェスト版にして話すことにするけど、なんかその祭りをやってるって言ってたじゃない。ああ、はい、今日ね。そう、そこまではいたよね。ええ、それで混み合うから瓶少なくなっちゃったっていう。はいはい。でさ、ここからがその人の話の本題だけど、なんかあれなんだって。何ですか。なんか去年この辺でなんか死んじゃった男の子がいて、それのなんか弔いみたいなことらしいんだよ。え、去年ですか。そう言ってた、確か。めっちゃ、そっか。何。あ、いや、知らなかったなと思ってね。へえ。うん、僕も知らなくて。ですよね。そうでね、トビオ君って昔この川で死んじゃった男の子がいたらしいんだけど、その去年死んじゃった子もどうやらトビオ君って名前だったらしくてさ。同じ名前ですか。うん、怖くない。そうですね、そんな珍しい名前で。そうそう、田中とか鈴木ならまだね、分かりますけど。あ、うん、それだと名字だからまた話が違うんだけどさ。ああ、名前ですか。うん、名前名前。あ、なんだ、名字かと思った。ああ、ごめん。そうそう、だからなんかね、怖いなって。そうでもなかった。ああ、いや、そんなことないですけどね。ああ、本当に。はい。あの。ああ、はい。今の話っていつの話ですか。それって去年の3月のっていうか今日だって聞きましたけど。その子の年って。どうかな。すいません、皆さん、もうすぐ着きます。あの、ぼちぼち降りる準備とかしてもらえたらって。あ、あの、どうかしました。ああ、あの、はい。いや、あの、さっきお話しいただいた話あったじゃないですか。え、ああ、はい。なんかあの、聞きたいことがあるみたいなんですけど。はい。なんかその、亡くなった子っていくつぐらいだったんですかね。分かってないのかな。12だったかな。あ、そうですか。名前ってトビオくんですね。名字って吉田だったかな、確か。それでその後母親も何も尋ねてこないって。そうですね。あ、どうもありがとうございます。いえ。あの、はい。親類も親も誰も訪ねてこないんですよね。ああ、なんかそうみたいですね。ええ、それで。いや、あの、それ当然ですよ。そりゃそうですよ。
だってそれ私の息子です。え、どういうことですか？着きました。降りてもらって、大丈夫なんで。また会ったね、僕。お母さん？ううん、私、あなたのお母さんじゃないよ。そっか、そうだよね。お母さん、探してるの？うん。いいな。え？羨ましいな。どういうこと？僕、なんていうの？名前？うん。僕、アトムだよ。アトム？うん。アトム？うん。変な名前だね。そんなことないよ。飛びよ。すいませんでした、なんだか。ああ、いえいえ。師匠の人にも謝っといてください。いや、全然あなたが悪いとかじゃないですよ。というか誰も悪くないです。いやでも、せっかくの旅の最初なのに、こんななんか。いや。本当すいません。いえ、なんか。のんきなみたいですけど、不思議ですね、人生は。いえ、本当に、そうですね。ねえ。ところでなんですけど、はい。自販機とかってありますか、この辺に。のんきですね。え？そこに井戸が。井戸？はい。そりゃそうか。ええ。じゃあちょっと。苔とか大丈夫そうですか？え、大丈夫そうですけど。普段使ってるやつじゃないんですか？いや、大丈夫だと思いますけど、私最近使ってないんで。え、マジっすか。ああ。何ですか？ああ、いや、懐かしいなって。え、懐かしいって、そんなに使ってないんですか？マジですか？ああ、いや、そうじゃなくて。お母さん？お母さん。アトム？うん。ごめんね。ううん、どうして？僕、懐かしいよ。いや、うまいっすよ、すげえ。全然現役じゃないですか、この透明度。あ、本当ですか。よかったです。じゃあすいません、ありがとうございました。なんかいろいろ。え、ああ、いや、こちらこそ。またどっかで、ていうか戻ってきますけど、何ヶ月かしたら。ああ、ええ、良い旅を。はい。なんか、トビヨがいるところってありますか？ああ、あ、
こっちです。はい。いろんな人がこう。そうですね。ええ。こちらですね。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。芭蕉さん、空くん。はい。ごめん、寝てたよ。知ってます。はい。そうだよね。はい。待っててくれたんだもんね。そうですね。今何時？3時24分ですよ。そっか、出ちゃいましたよ、船もう。そうだよね。はい。起こしてくれればよかったのに。すいません。いや、うん、僕が悪いんだよ。まあそうですね。まあまったり行こうよ。あ、何ですか？一句思いついたよ。お、マジっすか。うん、言っていい？はい、もちろん。行く春や。何ですか？どうしようかな。はい。行く春や、鳥鳴き、魚の目は涙。どうかな。いいっすね。ほんと？はい、いいっす。そっか、ありがとう。もう3月なんだね。ええ。そろそろ行こうか。そうですね。